どうもこんにちは。シンプルな回路短段真空管アンプの第13回目でございます。型チャンネルに真空管を1本使い、シンプルに1段で鳴らすというシリーズです。今回も面白い内容でできましたので、期待していただいて大丈夫と思います。たくさんの短段アンプを紹介してきました。その中でも出力は 0.2W しかなく、パワーは少ないものの、音質が良かった 12AX7 プッシュプルの音質が気に入っています。高電圧の送信管にも似たイメージの音がしていましたが、やはり独特の音質を持っていました。いずれにしても高い増幅率の玉の特有の音質ではないかなと思って、実はその後せめてあと 0.1W、 あと少しパワーを上げる工夫をトライしていました。無理と分かってはいるのですが、この音質で 0.3W あれば完成としたいと思っているのですが、なかなかどうしてその 0.1W を上げるのは簡単な話ではありません。同等管といわれる玉や高信頼管を含め3種類くらいの真空管でいろいろ模索しましたが失敗しています。根性も粘りもない私はすぐに諦めちゃうのが得意でございます。触りすぎてめちゃくちゃになってしまい元に戻らなくなってしまうからです。そしてしばらく棚上げにしていましたが、先日 12AX7 のギターアンプを制作して、やはりこの音は良いなとまたやる気スイッチが入りました。そこで気分を変えて GT 管の 6SL7GT の出番となります。またまたバカなのと言われそうですが、 6SL7 は誰でもが知っているオーソドックスな真空管ですし、引き出しの片隅探したら2本くらいでできそうな感じのよく使われる真空管ですよねということで頑張りました。このチャンネルでは様々な真空管を使い、真空管アンプなどの設計と制作をして楽しんでいます。自作したアンプは全て参考回路図と性能表、実際の音も録音して発信しています。今後もお見逃しのないよう、今のうちにチャンネル登録をよろしくお願いします。画面右下の隅に登録ボタンがございます。それではスタートいたします。早速ですが性能が気になりますよね。では先に結果から報告いたします。 6SL7GT 短段パワーアンプの初特性です。周波数特性 16Hz から 24.5kHz -3dB、 最大出力型チャンネル 0.3W、 1kHz 6% 歪み、吹き感 2.8dB、 ダンピングファクター 3、 入力インピーダンス1キロオーム、出力インピーダンス8オーム、入力感度 1.6V 時 0.3W、 消費電力 13W、 残留ノイズ 0.28mV になりました。残留ノイズが低いのは入力トランスの位置を前面方向に移動して高電圧のスイッチング電源との距離を最大限に離してみました。高周波ノイズの影響は全くないように思います。現在トランスケースの中には電解コンデンサーを入れてあります。気になるアンプの出力ですが 0.3W 出すことができました。 6SL7GT の真空管は現在2種類が手元にあり、 RCA 等のものは探したのですがすぐには見つかりませんでした。その銘柄の品は 0.27W くらいで少し性能が低かったです。いずれにしましてもまさか 6SL7 が1本でパワハアンプになるとはちょっと信じられないですよね。 6SL7 規格表を眺めて思ったことは、 12AX7 に比べると増幅率は100から70に下がります。若干低くなるのですが、定格 1W までの ETIP の曲線表があるので安心して規格いっぱいまでいけるような気がしてきました。ところで増幅率が70といえば 12AT7 があるのですが、何が違うのでしょうか。はい、それは内部抵抗がだいぶ違うんです。 6SL7 は GT 管でガラスチューブの略です。なんだそのまんまだったんかい。はい、そうです。これは1940年代に開発されました。一方 12AT7 は MT 管です。ミニチュアチューブの略で1950年代後半とのことで、設計も新しいために小型であっても能力が高いです。プレート損失も 2.5W までいける玉で、このシリーズの第10回目に 0.9W 出力のアンプで紹介しています。気になる方は過去の投稿もぜひ一度ご覧になってみてください。しかしここではあえて内部抵抗の大きな玉で
到底スピーカーを直接鳴らすことなどと誰も考えないような玉を使って音の良いパワーアンプを作ろうという思いで挑戦をしております。先に 6SL7 の規格をおさらいしておきましょう。ヒーター電圧は 6.3V、 電流は 0.3A です。電源は AC アダプター 12V の使用なので、ヒーターは2本直列にして使えます。永久動作の表を見るとプレート内部抵抗は 44kΩ、 プレート最大電圧は 300V、 プレート損失は 1W までになっています。このような内部抵抗の大きな真空管に合う出力トランスが市販にはありません。そこで ZT14kΩ のトランスを選び、さらに虹側の出力端子が4本出ているものを探しました。そのトランスの配線をさらに細分化して、 ZT は約 56kΩ と想定して使っています。詳しくは過去の投稿 12AX7 短段真空管パワーアンプ第9回の 12AX7 プッシュプル編も参考にご覧ください。最初に EPIT 特性表を見て予想を立ててみます。ロードライン表とも言います。ここで使う 6SL7 は10年以上前に購入したものと思いますが、 6SL7GT というものです。比較いっぱいで考えているので、プレート電圧は 300V の設計です。そして固定バイアス式で考えます。シリコンダイオード 1N4007A を3本直列にしてマイナス 2.1V を作ります。この回路で重要なのは、このマイナス 2.1V が鍵になってきます。EPIT 曲線に 2.1V にラインを青い点線で引いてみました。そこで 300V の縦ラインと 3.2mA 横ラインを赤線で引きました。この交差するところが今回動作点の中心にしようと思います。青の斜線の中央の青丸位置から入力信号によってプラスマイナス 3V くらいの振幅が予想されます。青斜線は出力トランスの ZP が大きいほど横に傾いてきます。先ほど出力トランスは ZT56kΩ で使うと申しました。ここでは作動プッシュプル動作での決まり事で半分になるため 28kΩ で計算してあります。なお、もっと大きな ZP のトランスを使うと青斜線が横に寝てきます。しかしこの辺りが限界のように思います。一応これを元に回路を組んでいきます。回路図について簡単な説明をします。主な部品としては入力トランス、真空管、出力トランスの3種類の部品を使います。以上です。ちょっと待って、それじゃあ簡単すぎと言われそうですが、本当に簡単なんです。信号系統にはコンデンサーや抵抗が1個もありません。シンプル回路が売りでございます。ただし電源回路はやや複雑になります。入力信号は2個のトランスを通して 3.13 倍になります。1次と2次側は比率が逆なので反対にして使っています。その状態での2次側配線を工夫すると 6.3 倍の信号も取り出せますが、ここでは中点にマイナス電源を供給して正と負の信号を取り出します。真空管1本の中の2回路を使い正と負の増幅を行います。出力トランスの2次側の配線を利用してそれぞれの真空管の可相度信号をトランスに接続してたすきかけの可相度 NFB をかけます。2次側4オーム端子がシャーシーブランドになります。ここの4オーム端子と16オームの端子ですが、コイルの巻き数が0と4オーム端子の巻き数が同じなんです。これによって2ユニットの NFB はバランスよく動作する仕組みです。 NFB の量は片側 1.4dB なので、全体的には 2.8dB くらいになっています。増幅率が少ないため軽い NFB です。そのため大きな性能改善は見られませんが、ここまで来たら良いじゃないですかね。細かなことを言うと、スピーカー端子にわずかな DC 成分があると思いますが、虹側の線は太くて巻き数が少ないためほとんど0オームとなり無視できます。気になる方はこのアンプの製作は諦めた方が良いです。真空管も同じです。定格いっぱいまで使うのはやだなと思う方は参考程度にお願いいたします。次に電源回路の説明ですが、電源は AC アダプターを使います。容量は 12V、 余裕を持って 5A くらいのものを使うと安心です。真空管2本は直列にしてヒーター点火を行います。ここでは高電圧のスイッチング電源を使い、ノイズ除去のために FET による簡易リップルフィルター回路を入れています。マイナス電源が必要なのでコンデンサーの数が増えてしまいました。 R5 と6の抵抗は10オーム、真空管に流れている電流を監視するためです。
ここでの想定値は 6.4mA です。つまりここの電圧は 0.064V くらいになります。計算は 0.064V 割る10オームは 0.0064A、 これは 6.4mA のことです。以上が簡単な説明でした。周波数特性表です。ビッパとは言いませんが、過超周波数帯域は問題なくカバーできています。次、歪み率特性表です。0.1W 以下のばらつきは多いですが 1% を切っています。 1kHz は 0.01% より下がっています。3本の線が重なるのが理想ですが、だいぶばらけちゃっています。しかし低歪みなのに文句言っても意味ありません。それにしても前具合に 0.3W にかけてまとまりを見せてくれました。結果良ければ全て良しじゃないでしょうか。 6SL7GT による単段プッシプル真空管アンプライン録音しましたので、その音をお聞きください。それでは再生します。Like you said, there's no wrong in this world. Our tears take all bad things off for a moment. We can't control, so why not we forget all this mess? I still feel your出てきました。投稿寸前に RCA製 6SL7GT とその更新内管といわれる5691のレッドと呼ばれている玉が出てきました。しかし性能は少し落ちるようです。 RCA の 6SL7GT が 0.25W、 5691は 0.21W という感じでした。同じ設定で
流れる電流が変わります。5691は1個あたり2ミリアンペアくらいしか流れなかったです。真空管の個体差があるようです。ちなみにグリッド電圧を変え電流を上げても性能アップにはならないので、無理に電流を上げることはしない方が安全です。このアンプは高電圧の電源を扱うので感電事故などないようにご注意ください。まだまだいろいろな真空管アンプなど製作していきます。今後も見逃したくないなぁという方は、今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもお願いします。ここで紹介した回路図など保証ができません。ご利用される場合は自己責任でお願いいたします。ではでは、今回は以上になります。今回の内容を楽しんでいただけた場合はいいねをお願いしますね。ご視聴どうもありがとうございました。